日本一周1日目がスタートします。お、あ、頑張ります。うん、うまい。しんちゃん、こんにちは。ちゃんじろう夫婦のじろうです。今日はついについにですね、日本一周1日目がスタートします。スタート。やばい、実感湧かないね。全然そうだね。100日間改造してきて、あの見送り会でたくさんの人たちが来て、見送ってもらって、ついに昨日出発したんですけど、今日千葉県に入りました。あの移住地を決める上で結構千葉はあのトップ10、トップ10ぐらいに入ってるよね。トップ5やね。トップ5ぐらいに入ってるか。そう、入ってるんですよ。あの海もあって山もあってで、行ったことあってすぐ東京も行けるし、いろんな条件が詰まってる千葉なんですけども、うん、広すぎてどこに行けばいいかわからないっていう問題が発生しました。で、今回は1週間ちょっとしか入れないんだよね、うん、じゃあせっかくだから、うん、おいおいはい、ということでせっかくなので、うん、千葉でダーツの旅をしようかと思います。ダーツの旅はあの笑ってこらえてね、番組あるんですけれども、うん、当たったところに行ってその地元を楽しむっていうのすごいいいなって思って、うん、でそれも自分たちでやりたいってなったのがきっかけでこのアイデアに来ました、うん、ルール1、はい、じゃんけんで勝った方がダーツを投げます。おお、これ大事やん。大事、うん、誰が目的地決めるかね。絶対勝ちたい。でルール2、海とか千葉以外に当たったら選手交代。おお、まあだからどっちでもチャンスはあるってことだよね、投げるチャンス、うん、ルール3、当たったところに1日住んでみる。おお、例えばね、千葉市が当たったらその1日朝から晩まで千葉市にいる。そうだね、もう住んでみるっていう、うん、そもそも移住地を決める旅だからね。そうそうそう、うん、でルール4、現地の人に話をかける。おお、これは俺らコミュ障だから大変かもね。、うん、ルール5、ん、現地の人がよく食べる旬の食材か名産物でご飯を作る、うん、これはね、楽しみ、楽しみ、うん、いや実際に住むってなったら、うん、料理するじゃんその地で、うん、ちゃんとリアルな旅を届けたいと思います。はい、以上5個のルールでやっていき、はい、いこうか。ではリッチじゃんけんタイム。全然ポキポキ言わんかった。大丈夫か。今日の目的地を決めていきたいと思います。では行きます。結構遠くない？確かに意外と距離あるね。うわー、ちゃんの希望的には南房総に行きたい。海やったらアウトでしょ。え、アウトになったらジローが投げるってこと？えー、じゃあやだやだやだ。南房総当たれ。南房総行け。どこ着いた？息がこうなって、またスローモーションで見たい。アウトじゃん。選手交代。え、南房総に行きたいんでしょ？南房総に行きたい。アウトー。あー、結構むずいな。行け。お、あ、お、あ、来た。待って。おい、今日行くの。お、大滝町でーす。1時間6分。あ、まあそんな遠くないね。うん。なんかちょっと海沿い走るみたいよ、九十九里の方。いいね。いいね。まあ、焼きたてパン純。絶対うまいやん。絶対うまいやつ。ではレッツダーツの旅。ジョン君がくつろいでます。ジョン、はい、おいで、はい、おいで。あら、来た。来てくれたの。よいしょ。来たの。こっちがいい？そこがいい？あそこがいい？そこね。
お、雨降ってきちゃった。なんじゃあれ、見て。なんじゃあれ。ビニールハウスの最高レベル版みたいな。あ、見て、農産物直売所だって。いいね。ああいうとこ行きたいね。行ってみる？うん。行ってみようか。うん。行っちゃう？うん。ワクワク。すごいね。掘りたてタケノコだって。でっか。待って。でっかくない？でっか。思ったより高い。え、2000円？あーちゃん、お米とかいっぱいある。ちゃん、そこワッツや。ナイスン、この道をまっすぐまっすぐ行くから、こっから30、その温泉街が30分ぐらい。30分ぐらい、すいません。ありがとう、こう綺麗な可愛いやつ。すいません、ありがとうございます。じゃあ頑張ってね。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。肌ツルツルんだけど。はい、平沢竹の公園がなんと終了してしまいました。ちょっと遅かったね。30分も遅かった。もうでもね、意外と今日ちょっと天気悪いから、あんまりその街の人外に出歩いてなくて、なんか当たらなかったので。でもまあそこでやっぱり養老渓谷がいいと教えてもらったので、今から養老渓谷の方に行きます。周辺に温泉入れるとこがあるみたいなので、とりあえずお風呂に入りに行こうかと思います。いいもんゲットしました。今日の夜ご飯行こうか。はい、あ、顔入れとく。あ、顔入れとこうか。振り向いたらこの体勢で寝てるから、もうね、お家の中にいたのに。かわいすぎる。あの後養老渓谷に行って、おじちゃんにおすすめされた温泉市街に行ってきたんですけど、うん、すごい人おらんくて。そうだね、ちょっと時期じゃないのかな、秋の紅葉の季節がすごいシーズンらしくて、うん、多分今はねシーズンじゃなくて。そうだね。で そこら辺の黒湯温泉とかがすごい有名なんだけど、一、うん、回空いてるとこがなかったので、うん、もう一回引き返して、うん、おじちゃんがまた別でおすすめしてもらった道の駅竹浦に来ました、はい、あのここにダーツ当たって来た時はいろんな人に聞こうと思ってたけど、うん、雨で人がすごい、あんまりいなくてね、うん、難しかったです。いや、ダーツの旅ってこんなむずいんだと思ったね。ね、うん、最初しかもちょっとなんかこんにちはみたいな。はい、で、まあ、あの後戻ってきて、ちゃんがおすすめしてくれた一の駅があったのでゲットした戦利品を紹介したいと思います。じゃあ早速行きますか。はい、行きますか。じゃあ、はい、1個目ですね。1個目から、これは最初の直売所でゲットした、うん、千葉県産の新玉ねぎ。今ここの道の駅でゲットした大田切町さんのいちごです。はい、次、大田切さん有名のたけのこご飯の素で、この前、そう、まだね動画で紹介してない炊飯器を買ったんですよ、実は、うん、この2合炊きのね、炊飯器。あの、今まではメスティンで、そう、頑張ってね、頑張ってね、ガスコンロで炊いてたんだけど、炊飯器も買いました。なので、これでご飯をやばいよこれ、絶対やばいよ、絶対美味しい、絶対うまいよ。次は同じとこで買ったたけのこカレーです。たけのこカレーって聞いたことある？初めて聞いた。ね、うん、
崎さんのタケノコ塩でございます。絶対美味しいよこれ。もうまい、まあ、あの今日は食べない、今日は炊き込みの方にするんですけど、うんうん、別の機会に取っていただきます。いやこっちも楽しみだな。いやこれ絶対美味しいよ、うん、加えて通常炒め飯と同じ水加減で炊いてくださいって。すごいたっぷり入ってる。お、タケノコが。え？うわすごい。めっちゃ入ってるじゃん。汲んだ水でやりますよ。くるりの湧き水なんです、うん。なのでめっちゃ美味しいです。天気はね、いつもこっから取って、その間に。おかずを作っていきましょうか。今日のおかずはですね、うん、豚肉。ジョン君のご飯の時間はまだだよ。もやし、あとは玉ねぎ、余ったやつ、うん、車中泊飯ってさ、こういうのもめんどくさいって思うか楽しいって思うかだよね。こうやって出し入れとか。そうだね。今日はですね、生姜焼きにします。おいおい食後って言ったやん。あかんって。見て見て、ここまで赤い。うわ、ツヤツヤなの。やばいね。やばいよね。おい、あかんって。後ろから行くタイプ一番おいしいの取っておきたい。なるほど。うまい。どっちから食べた方がいいと思う？え、美味しいものを最後に残したいかどうか。うまっ。美味しすぎるな、これは。玉ねぎを下にしないと肉がさ、すぐ焦げちゃうもん。炊けましたね。炊けましたよ。なにこれ、やばいね。やばいね。美味しそう。あ、ジョン君。あらららら。はいはい。美味しそう、たけのこご飯。いただきまーす。いただきまーす。たけのこご飯からいこう。めっちゃうまい。うん。うわ、たけのこやば。たけのこ食べた？いない？いない？うまい。あげる。うまっ。シャキシャキ。シャキシャキじゃない？シャキシャキって言うのこれ。シャキシャキでしょ。なんていうの？ちゃんが効果音つけるとしたら何？これ？ザクザク？ザクザク？クランキーやん。完食。ごちそうさまでした。ガチでもいいじゃん。いやー、うまかった。美味しかったね。タケノコは美味しい。タケノコもともとあんまり好きじゃないのに超美味しかった。食べたことうまかったよ。食べれない人も食べれるタケノコです。はい、はい、今日はもう大変な一日でした。雨降ったり風強かったり、撮影も難しかったし、多分結構風の音もすごかったと思います。みんな声かけるとか言って調子乗ってたけど、めっちゃビビってたもん。最初ビビってコミュ障を発してしまいましたが、まあ大変だったが、
次の旅も見たいよっていう方はいいねボタン、コメントとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。じゃあまた次の動画でバイバーイ。おー、いい、あれはいいね。勝ったらタケノコカレー、負けたらチョコレートカレー。最初ゴー、じゃけんぽい。